和歌山勝手に PR。 このチャンネルは和歌山県の許可を得ずに勝手に PR するという番組であります。和歌山を愛するあまり、内容は濃密かつ斬新、あなたも和歌山が好きになる、そんな番組であります。もう近畿のおまけとは言わせない。今回はお食事処和也さんであります。和歌山県和歌山市井口170-1にある食堂定食屋さんであります。創業がなんと70年以上という老舗中の老、和歌山では一番古い部類に入るのではないでしょうか。おかずが並んでいて自分で取る昔ながらの大衆食堂であります。営業時間は朝6時30分からお昼の13時30分までであります。優しい笑顔のご主人、おしゃべり好きな奥さんの2人夫婦でやっています。ガラスケースから好きなおかずを選んでいくスタイル。この日は入店が朝の11時頃だったので、おかみさんがショーケースにおかずを並べていました。そのおかずに値段とネームを貼っていくという作業をされていました。以前和也さんの食べログで一口カツと卵焼きを見て、それを食べようと決めていました。おかずを選ぶとおかみさんが温め直しますかと言ってくれたので、温め直してもらいました。熱々でいただきました。最後にお会計はおかみさんがそろばんで計算してくれるスタイルなので、昔ながらであると思います。それではごゆっくりお楽しみください。この辺りタケノコが無人販売所よく売っております。美味しいタケノコが採れるタケノコの里であります。こちら天気がいいのであります。こちら和佐王子であります。和佐王子跡がこちら右手の休憩所のような場所、こちらが和佐王子跡であります。こちら井口南交差でありますが、これが昔の街道であったわけであります。新しいバイパスがこの先できておりますから、この急の街道は現在あまり皆さんには知られておりませんが、この急の街道筋井口南交差を左折であります。この左折、この交差点を左折して行きます。おそらくそのお食事処和也さんがあろうかと思います。本日やっているのでありましょうか。心配であります。休みの時も多いので、熊の親父今までこちら和也さん食事をすることができませんでしたが、本日はできるのでありましょうか。お食事処和也さん、お食事処ということで、食事処和也さん営業中ということでおります。ありがたい、素晴らしい。馬の子供のあるあたり、旧那須川筋刑住宅のあるあたりであります。静かな田園風景であります。広大な田んぼ稲刈りも終わっているのでありましょうか。お休みの休日、こちらの方現在来ております。本日はこちらのお店、お食事処和也さんでお昼を食べたいと思います。男飯であります。男飯を取ってみたいと思います。自分の本当に大衆食堂であります。71年間続いている本当に老舗であります。そのお店を本日ご紹介できることは嬉しいのであります。やっとのれんが上がっていました。本当にありがとうございます。は行けますかね、もう。あ、はい。
あ、こっちでここでいいですか。はい。はい、すいません。ごちそうさん、美味しかった。はい。はい、はい。はい、はい。ありがとう。はい、どうも。美味しかった。よっしゃ。のであります。昼食とアズヤさん、食事所アズヤさん、美味しかったのであります。場所にあってはこういうところでお食事所アズヤさんで食事を取りました。美味しかったのであります。71年ということで、71年の本当に食事どころ素晴らしいお味でありました。71年、創業71年のそういったお店であります。こちら
ズヤさん名刺ということで回転灯が回っています。ちょっと壊れかけた黄色の回転灯が回っています。それでは帰りたいと思います。昼の街道筋を行きます。このような街道筋であります。本日男飯大衆食堂お食事処カズヤさんであります。創業71年といいます。熊の親父が生まれる前からやっているお店ということで本当に素晴らしいお店。こちらの方創業71年、昭和そのもののお店でありました。昭和そのものということでバイパスに向かいます。このような場所、この交差点から来ると分かりよいと思います。この交差点和歌山市井の口、こちら左が和歌山インターチェンジがあります。右が岩出市に向かいます。こちらの井の口交差から北に、南に向かうと分かりよいかと思います。井の口南交差を右折するとその店はあります。老夫婦がお二人でやられていましたが、ちょうど開店早々という雰囲気でありました。まだまだおかずの方が出来上がっていないという、それでも陳列にはおかずが満載でありましたが、お母さんが名札と値段をつけている状態でありました。本日卵焼き、定番卵焼きと、そして一口カツ、味噌汁、そして大飯であります。大飯でありました。大味噌と注文するのが本当にこれがいなせなのであります。男飯大飯とおばちゃんに言うのが、これが定番であります。これがルールであります。本日は熊の親父、こちら井の口の大衆食堂、そちらで食事をしたという動画であります。本日はちょっと早いお昼となりました。ということで朝の6時半から開店おりました。6時半から、朝は6時半からやってるという、朝食にも良い店であります。6時半から1時までという営業時間帯、日曜日はお休みであります。平日はやりますと書いておりました。ですので平日土曜日そのあたり皆さん行かれてはいかがでしょうか。昭和のあの感じ、あの昭和の大衆食堂、いかがでしたでしょうか。このチャンネルは和歌山県の許可を得ずに勝手に PR するという番組であります。和歌山を愛するあまり内容は濃密かつ斬新、あなたも和歌山が好きに、そんな番組です。もう近畿のおまけとは言わせない。次回もまたこのチャンネルでお会いいたしましょう。さようなら。